どうも皆さんこんにちは、戸村大輔です。今回は、16ビートのカッティングをやってみようかと思います。やっぱり、ね、8ビートのカッティングともちょっと違って、やっぱり右手が結構大変なんですね。ですので、まずそのテンポ感に、慣れるために、ある程度速いドラムか何かをですね鳴らしながら、このブラッシングだけ、これだけを、練習してみても、いいと思います。あとはこのブラッシングのサウンドですね。これがここに引っかかったサウンドではなくて、こう軽く抜けていくサウンド、もちろんわざと引っ掛けたりもしますので、プレイ的に、いろいろと幅があった方がいいと思いますが、この軽く当てるっていうのは結構難しいんですね。ですので、今回はこういう軽く当てるサウンドをですね中心にやってみたいと思います。こんな感じですね。強く当てるとこういう感じになってしまう。この右手の振りの幅は、変えずに、このピックの先端のどのぐらい当てるかと、その辺だけで、このカッティングをですね、コントロールしていくといいのかなと思います。それでは、早速いってみましょう。